きちょっとお昼寝したんだけど、20分ぐらいかな。お昼寝する前はもう完全に曇ってたから、今日は夕日なしでおとなしくしてようと思ったんだけど、その後またちょっと空が晴れてきたので夕日を見に行くかどうかを決めに、小屋の方まで行こうと思います。じゃないよね、動かないもんね。動いてる。感動。わからん、見てるの。泣いた。めっちゃ感動。かわいい、かわいいし気高い、なんかすごいな。あ、来てよかったな。やっぱり霧の時に出るのかな。すごいな。はメスだよね。あの目の上のなんていうのか、目の上の赤いのがないから、何見てるんだろうな。びっくり。ホームマウンテンの木曽駒ヶ岳で会えるなんて、なおさら感動。ずっといるね。なんかわかんないけど涙がちょっと出ちゃう。やらせじゃないです。だってずっとライチョウに会いたかったの。5年前に初めてここに来て、でライチョウに会ってみたいなと思って、その時は木曽駒ヶ岳はライチョウはいないって言ってて、で御嶽から飛んできたからライチョウを見守って増やすプロジェクトをしてるのが分かって、で毎年うちの
ハッピーハッピークリスタルショップに、あの七夕の時にあの短冊をかけていいよっていう企画をやるんだけど、毎年ライチョウに会いたいって書いてたんだよね。だから5年越しの夢が叶いました。もう感無量です。まだいる。すごいな。なんか思ってたより大きかった。大きいしスリム。まあそれはあのなんだろう、山小屋とかで売ってるぬいぐるみを見てるからまあちょっとぼっちゃりしてるイメージだったんだけど、スリムですね。ほんと何やってんだろう、何見てんだろう、何考えてんだろう。でもきっと会いに来てくれたんだな。子たちがいる、すごい、かわいい。ちっちゃいってもだいぶ大きくなってるけど、あ、すごい。何羽ぐらいいるのかな。3羽は確実にいるんだよね。いやー、すごすぎる。やっぱり 見守ってたんだね。ちっちゃい子たちがお食事中だったんだね。すごすぎる。あ、いるいる、食べてる。ついばんでるよ。向こう側通ってる人から見えないのかな。かわいい。
しょ、そもそも見つけられないよね、あんなに遠くにいたら。わあ、いっぱいいっぱいいる。
いる。体調もでもきっと鳥目なんだろうからさ、そろそろ暗くて辺りが見えなくなるよね。
反応